なんという顔色か。ダメだ、瞳を閉じるな。そなたの手、こんなに冷たい。嫌だ、余は嫌だぞ。そうしゃ、許さぬ、瞳を閉じるな。まだ精神のそなたはあるのだ。だからまだ、それにレガリアは一つだけが残ったのだから、冒険が戻るに違いない。だからまだ終わってはいないのだ。諦めるのは早すぎる。奏者よ、そろそろ目覚めたか。レガリアは一つっきりになったのだ。それでな、まさかのことが起きたのだぞ。王権の修復がなされたのだ。これにより要は真にセラフの神王として認められた。めでたいであろう。さあとも、認められたのだ。修復された王剣を用いて、よ、そなたの精神は復活した。やがて、今なおどこかにいるはずの魂と、そなたとは見えぬ絆で結びつき、喜ぶがよい。天皇隊はかろうじて再生を果たしたのだ。したのだ。そなたはもう大丈夫なのだぞ。だからもう目覚めてもよいのだ。
読む奏者。目覚めて、起き上がって、ほら、今にも世に笑いかけるそなたの姿が見える。これまでのような前のめりさはやや減って、ちょっとじれったい。いつもの奏者が戻ってくる。それは今か、10秒後か、10分後か。聞こえておろう、奏者。世の大好きな、大切な、愛するもの、良いのだぞ。いつでも目覚めよ。そしていつか来たる魔の星など共に打ち倒してくれよ、奏者。世が共に戦うのはもはや永遠にそなただけなのだから。そろそろ目覚めてもよいのだぞ。世は特にそなたには寛大なのだ。すべて許す。